地域交通協力隊、あくまで町の職員だったことを思い出しました。んー、ノです。現在5月29日、月曜日21時46分でございます。お帰りのぼのお時間ですけれども、えー、今週もね、えー、また月曜日にえ収録、そして更新できればなというところではあるんですけれども、 えー、先週かな、うん、まあ、22日月曜日からですね、えー、26日金曜日のね、週をまた振り返っていきたいんですけれどもね、あの、まあ、とある活動をちょっと思いつきましたよ。とある企画をですね、思いつきましたと。で、それが何かっていうとですね、あの、活動室、協力隊の事務所をですね、ちょっとこう、開放して、 コワーキングスペース的にできないかななんていうですね。まあそんなにこう難しい発想ではなかったんですけれども、そうそう、いつもね、働いてる場所をちょっとこう、えー、勤務終わった後とかね、普段使ってない時間をちょっと開放して、あのー、ね、みんなでこう集まれるコミュニティスペース的なところにできたらなというふうにですね、思っていて。で、僕自身もですね、そういう勤務時間終わった後も、まあ、えー、まあ時間外とかね、そういうのは、あのー、 なんていうの申請せず、あの、自分の時間の中でそういうこう作業もしたいなと思ってました。そういうこういうね、ユーチューブとか、あの、ま、あ僕ノートとかもやってますし、うん、なんかね、SNS の作業とかですね、あなんかそういうこう、ね、一石二鳥というかですね、自分の作業もこう進むし、あの、他の人のですね、他の人とのこう交流もできるようなあ、なんかそういう仕組みなんかできるなということで、うん、それをこう、事務所で、 あの、やろうと思ったんですけれども、それがね、結構あの、職員の方に、普通に、あ、ダメダメ、みたいな <laughs> あ、普通に、あ、ダメダメ、それはできないわ、って言われちゃって、おえっていう感じだったんですよね。で、聞くところによると、あの条例に反するからっていうね、うん、シンプルに、えー、それでしたと。まあ、おそらくですね、まあ、町が管理している建物であって、 うん、なんか、それは、こう、しっかりとした目的に基づいて、えー、使用されなければならないというようなですね。そんな決まりがあったようでございます。で、僕結構、なんか、はーっちゃ、みたいな、はーとはなんないけど、へーって思っちゃって、なんか、普通にこう、あ、ダメダメみたいな。それはできないですね、みたいな他の方にも言われて、あなんか、あっさりと言われちゃってですね。へ、え、ぇー、ははそうなんですか、みたいな。まさにこういうテンションに、 なりましたね。まあ別にね、それはまあしょうがない。うん。僕がただ知らない、無知だったというだけなんで、別に、あの、その職員さんに対してね、苦、なんつうの、怒りとかですね、苦手だとか嫌いだとか、そういう感じは全くないんですけれども、なんかコミュニケーションとして、 あの、ほほほほってなっちゃったっていうね。その瞬間、その時の感情でなってしまったなというところではあるんですけれども。で、同時に、うん、僕もですね、あの、一職員なんですよね。うん、それを思い出したという話ですね。美里町のね、あの、契約は会計年度任用職員ということで、思いっきり、あの、町は職員を使いなんですよね。うん、なんかね、やっぱその、官と民の間でうまくやるみたいな、 ね、そんなイメージがある地域おこし協力隊ではありますが、がっつり感なんですよね。うん、いやーなんかね、そこをちょっと思い出させてもらったというか、そこを確かめたというような、えー、感じではありましたね。昨年の4月のね、着任当初に、あの、また別のね、とある職員さんからですね、あの、その枠の中で、えー、あなたたちの力とかね、そういうアイデアを発揮してくださいっていうような、 まあね、こう、医薬というかですね。まあ、要するにこういうことを言われたんですけれども、うん、なんかそれをね、まさに思い出したっていうような感じでもあります。いろいろね、なんかそういう決まりとかですね。うん、なんだろう、こう、まあ、あえて言えば、縛りとかですね。そういうのがある中で、う、うまく、えー、自分の、あね、力を発揮できるように、自分のね、発想をこう、形にできるようにしていくっていうのが、 ああ、協力隊なんだなあというかですね、三里町の場合の協力隊なんだなあというふうに、えー、確かめさせられた、確かめることができた、えー、感じではありました。で、あとはね、あの、ちょっとあの、コミュニケーションのところで、ね、自分がまだまだ未熟だなというふうに思ったのはですね、それはできないっすねって、こう、パッて言われて、なんかこう、まあ、絶対的にね、職員さんが正しいじゃないですか。だってできないんだもん。うん、そういうね、 そういう決まりらしいですから、うん、街っていうのは、うん、それはもう絶対に揺るがないものなんだけれどもなんかこうそのあっさりとね言われたことに対してちょっとこう、うん、正直ちょっとムッとした部分もあったんですよね <laughs>、うん、<laughs> その瞬間ねなんかこうでなんかえな何でえっみたいなはみたいな,なんでですかみたいな感じで。 ちょっとこう、イライラしてしまった部分があってですね。まあ、それは反省だなというところですね。まあね、本当になんか典型的なクレーマーだったなというか <laughs>。自分にとってね、都合の悪いことに対してなんかこう、ちょっとムッとしちゃうみたいなところは、あーなんかね、すげえ未熟だなと思ったし、まあね、と同時に、まあ自分ってなんかそうなんだなと思ったりしましたね。いつまで経ってもそうなんだなというふうに、まあ、ある種の諦めというかですね。 うん、まあ、これまでね、そういう節はあったし、自分自身ね、誰よりも僕自身が自覚していることなのでね、うん、なんかそこら辺はまあ変わんねえんだなというところで、まあしょうがねえなというね、えー、そんなこう自己愛もありつつなんですけれども、うん、なんかそこら辺はやっぱうまく立ち回っていかないとなというか、うんまあ、いわゆる大人になんないとなというふうに思いつつも、 まあやっぱ自分には無理なのかなというふうにも思った感じではありましたね。ということで、お帰りの子でございます。今回で57回目になるのかなうん、確かね。いやー、今週もいろいろ喋っていこうかな。今回もね、いろいろ喋っていきたいなというふうに思っております。そういえばね、ちょっと前回の56回目がですね、なぜか100回再生超えていて、どうしたとね。どうしたんだ っていう,ふうになってますけれども何があったんだろうねね本当に、ね、まあなんか地域おこし協力隊に関するネガティブなニュースもあったからかなのかなとか <laughs> ねちょっとなんか有名なライターさんがそういうことを書いてたりしたんですけれどもねまあそんな、えー、こともあったんでしょうかと言いつつも、えー、僕はね相変わらずのテンションというか相変わらずのスタンスでやっていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。ということでそれでは今回もスタートです。 どうも、改めまして、ノボでございます。僕は昨年の4月からですね、宮城県美里町という地元で地域おこし協力隊として東京から U ターンしてまいりました。えー、ということでね、この番組ではそんな地域おこし協力隊のこと、地域のこと、えー、移住のこと、個人的なことなどなどですね、えー、ヘラヘラペラペラ,ラと喋っております。ということでね、そんなことがあったんですよ。 まあね、まあ、それが印象的だったっていう話であって別にあのね職員さんに対しての怒りだとか本当にまに、あ、多少憤りはあったけど <laughs> 別にこうねまあそれはそれでまあなんだろうな、まあ、協力体としては正しいコミュニケーションだったのかなとある意味ね思います町に対してそういうこう提案ができたというふうに後からねなんかこうポジティブになれたのはまあ一つ うんまあ、一つのポジティブとしてね、うん、捉えていきたいなというふうに思ってますけれども街と施設はさすがにこうねできないとねあんまりこう自由に使えないんだということがですねまあ分かったということで改めて自分自身のです、ね、居場所が欲しいなというふうに最近すごく感じております最近というかですね先週から今週にかけて思って。 ておりますねあのまあ着任当初からですね、あのそういう,こうコミュニティスペース的な、コーキングスペースっていうようなものがないんですよね、街には。なんかシェアオフィスみたいなのあるんですけれども、それはちょっと会員登録制で、うん、なんかこう、誰もが行き来できる、まあカフェみたいなもんですね。誰もが気軽に出入りできて、なんだろうな、作業したりとか、まあもちろんね、飲食とかね、コーヒーとか飲めたりとか。 あ,あとは何だろうね作業勉強とか仕事とかできるですねそんなこう交流の起点みたいなところがあったらいいななんていうのはですね最初から思っていたことではあるんですけれどもより一層ねあの自分自身の居場所としても、うん、なんか作んなきゃなというふうに思っておりますねはい、まあ、ただですね最近ねちょっと 調子悪かったです、今月、はっきり言うとですね。<laughs> あんまりこう自分で言うもんじゃないかもしれませんが、なかなかね、なんだろう、コンディション不良だったなというふうに思ってますね。うん、あんまりこう人と会うのはですね、まあ、おっくほどじゃないけれども、うん、今月5月はですね、あんまりこう人と会わなかったし、うん、なんかこう、 行こうと思っていたイベントにもですね、なかなかこう行けなかったりですね、してました。で、知り合いの SNS 見てたらですね、なんかそういう方がいらしいて、たまたまね、同じ時期に、えー、知り合いの方もね、そういうこう、まあなんて言うんですかね、ちょっとこう、調子が悪いみたいな感じをね、投稿してたんですけれども、その人はですね、心の病っていうか、心の風邪を引いたっていうですね、そういう表現をされていて、あ、なんかすごいいいなぁと思って、 たたりしましたまあ、別にね都合のいい解釈をするっていう意味じゃなくって、うん、なんか表現としてすごく素敵だなというかですねなんか共感できるなというふうに思いましたね。うん、で僕は結構落ち込んだり落ち込むっていうかなんかこうあんまりこう心重いなという時ですね。 結構ミスターチルドレンを聴くんですよ。まあ普段から聴いてるんですけれども、ミスチュルのね、あの、終わりなき旅っていう曲があったりですね、まあそれが一番好きな曲なんですけれども、そこでこう、ぐっとこうですね、ぐっとこう歌詞に浸ってですね、聴いたりだとか、あーで、あとね、名もなき歌っていうね、またこれも名曲があるんですけれども、そ,その中にですね、うん こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になるんだろうっていうですねそ。そういう施設があるんです。うん。そうだね。そう,いうの聞いてね、ああ、これだわって思いました。あ、俺情緒不安定だなって <laughs>。情緒不安定という言葉にですね、安定するっていうですね。なんかそういうような感覚もあったりしたんですけれどもね。 なかなかね、うん、難しいメンタルだったなというふうにですね、振り返っております。まあ、なんかその原因の一つはね、なんかやっぱ事業が固まってねえなと、自分のね、将来というか、取り組みたい事業がね、固まっていないというのが、あのー、大きいなというところで、うん、自分の活動とね、事業、自分の今のすべき活動と、未来の事業っていうのが、 つながるのかっていうような疑問がですね、まあ結構少なくなくて、うん、なんか百人当初から現在にかけて、あの、やりたいと思っていたことって、果たして、<laughs> あの、事業ね、未来、協力隊のね、3人の任期を満了した未来の、あの、礎になってくれるのかっていうですね、そういう疑問がなんかすげえ浮かんできていて、 あーなんか難しいというかですねなんか変に考えすぎているっていうのはあるんでしょうけどねそんな感覚がなんか今月はすごかったな重かったなというかですねそんな感じでございますねでまあそのうちの一つとして改めてですけどコミュニティスペースというかですねそういう,こう場所居場所みたいな場作りみたいなところにですねうん,なんかそこは一つの活動 ととしてて取り組みたいなとは思って5つもどういうふうにマネタイズされてんだろうなとかですねビジネスモデルどうなってんだろうなみたいな,なんかそういうこうまあこれ次の段階っていう意味なのかなひょっとしたら、うん、なんかそういうこう疑問も浮かんできてですねまあ調べるなり知り合いに聞くなりしたいなというふうに思ってはいますねでめっちゃ話変わるんですけどあのー、皆さん最近ドラマ見てますか、うん、テレビと、ね、ドラマ ねえ、見てますかっていう感じなんですけれども、僕は久々に、えー、ずっと追っかけてるドラマがありまして、日本テレビの、だが情熱はあるなんですよね、うん。僕はあの、オードリーのね、若林さんがすごく好きなんですよね。うん、な,んなんだろうね。まあ多分ね、すごい対話してるからだなというふうに最近の言語化ではなってるんだけれども、 うん、ラジオとかねもうずっと聞いてますしもう何年経つんだろう45年ぐらい経ってんのかな、うん、オードリーの「オールナイトニッポン」っていうですね、うん、もう10年以上続いてるラジオの、まあ、リスナーでもあるし、うん、彼のエッセイとかですねノートも読んでいるわけなんですけれどもなんかねこう最初こそねなんかこうじゃない方芸人とかね春日さんじゃない方って言われたりとか 人、えー、人見知り芸人とかですね女の子苦手芸人とか、まあ、いずれも『アメトーーク』の企画ですけれどもそういう感じでこう何て言うんですかねあえて言えばパッとしないような存在でしたけれどもなんかとにかくこう自分と向き合いながらもがきながら、えーね、今の地位を確立しているというかですねだからその「できない」っていうのが、ね、いい意味でなんかこうキャラになったなというふうに僕は思っていて。 うん、できないことをですね示すことで今できること伸、ね、び伸びできることが仕事になってるのかなとか思うんですけどもそうじゃないそういう話じゃなくて若林 <laughs> <laughs>、まあ、さんのなんだろう自分と向き合って、うん、なんかね葛藤しながらも前に進んでいくみたいな,なんかそういう,こう姿勢がですねとてもあの共感できるし好きだなというふうに思ってるし。 ね、ラジオとか聞いててもなんかそのあとね独自の視点を持ってますよね独自の目線を持ってあのー、ね時にこう偏見と呼ばれるかもしれないけれどもそうなんかそういうラジオとか聞いてても、あのー、はっきりとねその意見を言っていてあめちゃくちゃ面白いなというふうに思っているだけれどもそうそうそうだが情熱はあるですね。 その流れでというかですね、あ、もうこれ見るしかないなということで見ておりますけれども、先週だね、そう、今週のね、28日日曜日オンエアは、あのさっき見ました、TVer で。うん、さっき見たんだけれども、先週のね、放送会で、あのね、若林さんが、まあ、売れない芸人ね、売れない時代に、あの、ノートに、ね、紙のノートね、紙のノートに、 えー、予定書き込むっていうねそういう,こう作業をやっていたとなんかそのね社長に感化されてテレビに映ってきた、ね、誰かもわかんない社長に <laughs> 感化されて、ね、なんかスケジュールがねめっちゃ空いてるから、ね、売れてないから空いてるからこそ何だろう一日の予定を書き込んで、えー、なんか予定ある気になるというかですね忙しい,い気分になるみたいな,なんかそういう,こう描写があって。 うん、でなんかそれ結構ねいいなと思っていてっていうのはなんかね一日一個だったんですよ一日一行みたいな書く場所がうんなんかねあなんかそんなもんでいいのかなっていうかまあ別にこれあれをなめてるとかじゃなくってあ人間そんなもんだよなと思いましたなんか一日一個できたらいいよなってなんかすごい思っちゃってうんなんか変なところで共感してんだけど <laughs> なんかねうん、そんなことを思いましたね。なんかあれもこれもやらなきゃっつって、最近の自分ちょっと、うんなんか焦りすぎというかですね。なんか自分で自分の心を重くしてんなとかですね。自分で自分で首絞めてんなとか、そんな風なことをですね。なんかね、あのー、気づかされましたね。だから一日一個でもできたら、 バンバン剤なんじゃねえかっていうようなそんな感覚もあったりしますねあまあそんな感じですね最近はそんな感じ、うん、もうね今週から6月になりますしねいやーやばいやばいと <laughs> まあ、ね、焦ってもしょうがないですけどまあでも焦んないでやんないんでね頑張んないとなというところでありますけれどもまああとそうだ 地域おこし協力隊のね、ネガティブなニュースが、えー、やっぱね、世間を騒がせてますよね。てかなんか地域おこし協力隊から遠慮い人にさ、届くニュースって、やっぱネガティブなものが多いなというふうに思ったりしますよね。なんか変にね、変にこう、広まるというかですね。もちろんこう、良い側面が多いというか、 僕自身はね、地域おこし協力隊という制度の恩恵をめちゃくちゃ受けているので、ねえ、すごいありがたいな、良い制度だなというかですね、そこにめっちゃ甘えさせてもらってるんですけれども、ね、そことは縁遠い人にとっては、なんかこう、なんか怪しいよねみたいな、<laughs> ブラックだねみたいな、なんかそういうこう、移りになってしまうのはね、うーん、まあ、どうなんだろうなというか、まあ、しょうがないのかなというふうに思ったりね、しますよね。まあ、僕自身も全く知らないジャンルの、 お話とかねあったらこのネット社会の波に乗ってねなんかヘネガティブなニュースばっか気になっちゃうんだろうなというふうにも思うしいやーなんだかなというようなですね微妙な気持ちになってますけどだからかな前回のラジオ伸びたのはうん急にね リスナーというか、急にここチェックしてくれる人ね、増えたのかなとか思うしね、別にあのリンク先を増やしたとかそういうわけでもないので、僕自身がね、僕この YouTube ですけれども、いや、なんで増えたんだろうなと思いつつですね、今回投稿したらまたいつものですね、二桁台の再生数に戻るのかなとか思いながらですね、えー、ちょっとね、ちょっと楽しみではありますけれどもね、 自分のためにあの基本的にはねあの自分が好きで発信しているとはいええー、やっぱ気になりますね再生数っていうのは <laughs> あの再生数とかですねあのいい手の数とかですねやっぱ多ければ嬉しいなっていうのがですね正直なところではあるんですけれどもまあまあまあそんな気にしすぎることなくですね、まあ、自分のペースでゆるゆるとここはですね まあ、とにかく継続することが大事だと思うんで、えー、やっていきたいなというふうに思っております。さあ、今回はこんなところかな。はい、もう20分ね、経過しておりますね。まあ、大体2、30分ぐらいを、えー、目安にやっておりますので、えー、よかったらですね、えー、また、あの、聞きに来ていただけたらなというふうに思ってます。まあ、あとはね、あの、さすがに、おいおい、近々、 えー、あの動画の方もアップしていきたいなというふうに思ってますので、音声だけじゃなくね、あの動画の方、三里町のね、ことをですね、伝えたりとか、あとは地域のね、人にこう、あのー、尋ねてみたりですね、なんかそんなことを考えておりますので、よかったらですね、チェックいただけたらなというふうに思いまして、チェックいただけるように、あのー、ね、継続して発信したいなというふうに思っております。ということで、 えー、今回はね、こんなところでございます。もう,もう今週始まってますけれども、29日月曜日から6月、もう2日、6月になってね、6月2日、えー、金曜日まで全くね、今週も頑張っていきたいなというふうに思います。ということで、えー、今回は以上でございます。最後までお聴きいただきどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。うん